はい、こんにちは、矢田です。今日はですね、相手を抜いてもシュートを打てないっていうこの改善やろうと思います。じゃあちょっと出てきてもらおうかな。ここで、抜きましたと、俺を抜いた、ね、抜いて入った時にここで今もう一回いこう。左利きなんだよね、はい、左利きの想定でいきますよ。左利きで抜いた時にすぐこれだと左足打てないよと、でこれで困るっていうのがあったんで、これをどうやったら左足で打てるかという話をしたいと思います。で今のはじゃあちょっと変わろうか。ここで左足に打ちたいと思った時にこれを内側にこうやって入っていった、これまあ右足だと蹴れますよね。なんでって言ったらボールの左側に今立ってるから、右足では蹴れます。でこれを左足で蹴るためにはボールの右側に立たないといけないんですね。でそのためにどうしたらいいかっていうと、さっきみたいにボールの方に体の中心が向くと絶対無理です。でこれをどうするかっていうと、今のですねさらっとやったんですけど、体の向きがちゃんと常にゴールの方向、相手の方を向いてたらいけるんですよね、打てるとね。でここを今日はトレーニングやるんですけど、先にちょっと今のイメージでやってみようか。はい、どうぞ。イメージやってみようか。はい、どうぞ。これで、はい、これで打てると。ちょっと一回打ってみようか。はい、どうぞ。はい、これで打てますよね、これで打てますよね、これで打てますよね。これをできるね、ようにするためのトレーニングを今日は公開していきたいと思います。まず用意すべきはマーカーコーン4枚あれば十分です。でマーカーコーン4枚で今ね左利きで、イメージやってるんですけど、まあ右利きの場合もやりますね。マーカーコーンを4枚で長方形作ります。まあざっくりでいいです。でこの状態で、はい、ボールちょうだいね。まあ右利きのパターンでいきますよ。右利きパターンであればここで左足で体の向きそのまま前斜めの形で横に、まあ、正面向いたまんまですね、動いていくと。今度これ左利きのパターンはこのままアウトサイドで前持っていくと、この形ですね、常に正面向くと。じゃあちょっとやってみようか。はい、今度左利きパターンですよね。はい、どうぞ。右足で、はい、どうぞ。右足のアウトで体の正面向けるとね。はい、じゃあ今度そっち、いいよ、もう一回、いいよ、斜めで今度右足パターンになるよね、それだとね。オッケー。はい、もう一回行こうか。はい、はい、ゴー。この形ね。じゃあ今度俺が、右足パターン。大事なのは逆足のアウトサイドを練習すること。真横にちゃんと動けますかとか。はい、じゃあちょっとしつこいけどやってみようか。インサイドとアウトサイド両方やってみようか。そうそうそう、いいよ。そうだね、そうだね、はい、 OK だね。はい、じゃあこれで実践的なとこやってみようか。でこれで、はい、じゃあ俺に向かって入ってシュートまで打ってみよう。はい、どうぞ。ここで左サイドで左利きが抜いてね、左足で蹴れますと。じゃあ俺も、右利き右サイドバージョンで蹴ってみます。ここで、抜きました、抜きましたね。ここで打てますよね。まあできればね、直線に近い形がイメージできないかな。打てますよね、こういった部分、もう利き足以外逆足が蹴れなくてどうしても困ってるっていう場合にはね、逆足の練習は時間かかります。でも利き足の練習は今のちょっとした工夫だけでできるんで、それこそ1時間あったらできるようになると、なのでこの辺をぜひ練習して、今ねある悩みっていうのをしっかりと、改善していくっていうのも一つの方法だと思います。ということでチャンネル登録お願いします。